武者ってことはこれ武者アレスタかな。ちょっとやってみましょうか。あ、武者っていうゲームなんか。コンパイル、あ、コンパイルやからこれ武者アレスタやね。あ、これは嬉しいわ。僕持ってなかったんでね、これ。うん、コンパイルですからね、武者アレスタですね、これ。これ欲しかったんですよ、このゲーム。あら、死んだ。ちょっと待って。これ、ポーズはないの、ポーズ。あ、これか。スタートボタン、これやね。うん。ちょっとごめんなさい。はい。うん、そんな変わらんか、まあいいや。初めてやれましたね、武者アレスタね。あれ、これ取れるんじゃないのか。あ、やられた。あら、あら、あら。あ、ゲームオーバーか。なるほどね。なるほど。はい。シューティングばっかりですね。はい、武者アレスタ。これ前一回やりましたけどね、あまり外国版でやりましたね。あの、携帯ゲーム機の方のね、あの、あれでやったんですよね。しかも前の外国版だったから、このタイトル画面表記が違いましたね、前やった時のやつはね。はい。絶対テレビ画面でやる方がやりやすそうやな。でもこれ結構難易度高かったような気がするんですよね、やったときね。すぐ あっけなくゲームオーバーになったような気がするんですよね。あれ待って、これどうやって飛んの。あ、取れた取れた。メガドライブのアレスタってこれだけなんですかね。あとなんかメガ CD にデンニーアレスタっていうのも出てましたけど、メガドライブだとこれだけなんでしょうかね。多分ね。なんかまあ和風ですよね、背景がね。なんか結構時期がでかいですよね、意外とね。爽快感はなかなかありますね、このゲーム。なんかアレスタシリーズって爽快感ありますからね。うん。やば。うわ。今やられた。あ、やられたね。これその場から、やられてもこれその場から始まるタイプなんよね、このゲームはね。一回戻されるんじゃなくて。
いやーすげえな。なんか前回やった時より続いてんじゃないですかね。前回あっけなくゲームになったような記憶があるからな、一面で。爽快感ありますね。うわっと危ねえ。誘導弾みたいなの出来上がった。怖いな。おお、レーザー撃ってきた。中央みたいなもんかな、これ。そうか、あれ、3箇所撃たなあかんねんな。じゃあ、端っこから倒そう。ああ、なるほど。勝手に通り過ぎるんや。ある程度時間経てば。おっと。何やこの飛行機は。地面のボスか。あれ、食らってたね、今。あと一箇所。これでクリアかな。あ、これか。こいつやな。見倒した。一面クリアできましたね。いや、前回の時のプレイとは全然違いますよね。前回の時あっけなかったもん。なかなかいいですね。でもこれ、日本語が出てるってことは日本版ってことですよね。完全に。タイトル画面もね。ムシャアレスタって書いてあったから、日本語で。おっと、こんな、障害物も出てくんの。でもよう考えてみたら、こういう和風の世界観のシューティングってよう考えたらあんまりないですよね。戦国ブレードとか戦国エースぐらいしか思いつかないですよ。おっとっと。おぉ、なやこれ。うわ、怖っ。ああ、やられた。
あ、倒した。なんか中ボスっぽいですね。でも弱くなってしまったからちょっと嬉しくなってきたね。実はね、テレビがね、高い位置になったんでね、立ってやってるんですけど、足が痛くなってきましたね。前は座ってプレイしてたんだけどね、立ちプレイなんで、うわ、ゲームオーバーかな。あ、まだった。あ、ゲームオーバーや。前回やった時よりはだいぶ持ちましたね。